ハロー、高木です。ということで、高木翔、山梨編です。ちょっとね、とある撮影で、ちょっと山梨の方に何日かいて、山梨でどうせ来てんだったらなんか撮れねえかなと思って、山梨県のみんな見てる？山梨のみんな、高木翔だよ。ということで、本日やってきましたのが、山梨だとここに行けっていうのをなんか教えられてて、食事所盆地さん？ここが、多分山梨で一番デカ盛りみたいな感じの店らしいよね。あんまりさ、俺調べへんのよ、こういう時って。深くまで。一番大事なんて YouTube とかでも、ファーストリアクションが大事かなと思って、一日大食い食生活の時もさ、何食うか共有しましょうかって晩飯言われんねんけど、いや、言わんといてくださいって言うのよ、毎回。ファーストリアクション新鮮なものって、その時にしか取られへんみたいなものやんか。だからさ、新鮮な俺がびっくりしてるリアクションみたいなものをみんなに届けたいなっていうので、あんま調べへんことが多くて。俺、あれもそうやで。前に俺めっちゃ叩かれてたけどさ、パチンコ生活やってるやんか。で、毎回最初に初心者がパチンコしたらっていう動画撮るんよ。だからマジの初心者やから、パチンコについて、あんまり勉強してないというか、あえて深いところまでは覚えてないんよ。クズパチチャンネルっていうパチンコチャンネルとコラボした時に、俺が無知すぎて叩かれるっていう。お前初心者言うてるけど、何回か売ってんねんから、そろそろ覚えろやって言われてて。俺の意図としては、あえて覚えやんようにしてるっていうのはあるんよ。まあそんな感じで、よく分かってないこちらで、果たしてどんなメニューが出てくるのか、突撃訪問やっていきたいと思います。それでは早速中に入っていきましょう。竹脇翔。どんな感じの店なのかな。すいません。お電話してたYouTube の撮影ですよね。お願いします。何があんねやろ。なんか普通の値段やけどね。何が有名とかってあるんですか。そうだな。これとかミックスカツか。この値段で、これがもう大盛りメニューっていうか。これもうもう大盛りだって。この値段で？そう、これね。すごっ。あとはこのパンケーキですか。900円で、ちなみに量ってどのぐらいあるんですか。見ても楽しみ。900円でそんなメニューが。すごっ。じゃあこのあんかけ焼きそばですね。はい。で、大丈夫です。はい。これほら、バリバリ系だから、早く取らないと、どんどん沈んでっちゃう。ああ、なるほど、わかりました。900円やで。あ、なんか頼んどいていいよ。でも、普通のメニューもめっちゃ大盛りらしいよ。だって俺頼んだら900円。あ、マネージャー引き連れてます。だって俺900円のあんかけ焼きそば頼んだけど、これがもうやばいらしい。普通のメニューじゃない？そう、普通のメニューって思ったんよ。だから俺裏メニューあると思ったんよ、別で。大食いチャレンジ。普通そうね。2000円、3000円とか言って。あんかけ焼きそば900円でもやばいらしい。だから気ぃつけた方がいいよ。石川君何頼んだ？何頼んだ？めっちゃ行く。俺より行く。なんかね、明日からコラボがあって、で今日のうちに撮影詰めとかなと思って今日詰めてるよね、結構いろいろ。そう。だからもう一泊山梨でして、で明日朝からとある人と同食生活。うわー、来たー。あんかけ焼きそばね。あれ？桁間違えてません？値段の。値段の桁間違えてません？安っ。これ1000円以下。ちょっと待って、もうおかしいおかしい。はい、あんかけ焼きそばです、こちらが。マジですごいな。あんかけ焼きそば？あんかけ焼きそばみたいですね。頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。それでは、いただきます。どうなってる何話だっけ。あ、そう明日から同食生活が始まるから、だから今日の間に撮影を済ましとこうかなっていう。みんながびっくりする人とのびっくりっていうか、その人行くんやみたいな感じの同食生活なんよ。まあ楽しみにしといて。っていうかさ、こういう人と同じ食生活してほしいっていうのあったらコメントしといて。まあもちろんね、オファー受けてくれる食えへんみたいなのもあると思うけど、最近は普通のアスリートとかさ、そういうのもやってるから、なんかそういうのでもいいし、だってシミ研鑽するなんて絶対みんな思ってへんかったやんか。だからそういう、そこ行くんやみたいなジャンルのあれでもいいし、なんかもしあれやったらコメントください。いや、ここいろんな YouTuber 来てるみたい、調べたら。なんかそれこそでもほんまに大食いできてる YouTuber の人とかやったら、これを何人前も頼んでるみたいな。せめて1人前は食い切りたいな。両方届いた？どんな量なんかなと思って。ああ、ちょっと見に行こう。ああ、まあ普通のちょっと多いぐらい。これ何倍だった？これで1100円。俺の方が安い。あれ3000円ぐらいじゃないですか。いや900円。ルームのマネージャーにもなったらな。このケンディーのサインも使うわ。いやらしく取らんとってください。はい、はい、じゃあ、はい、食ってきます。ありがとうフェンディ。いや、これが900円はおかしい。でもあんかけやからさ、ちょっとずつ量はこうしなっとなってきてる。あ、でも味自体っていい、普通にめっちゃうまい。からしがついてて、ちょいちょいこれを混ぜることによってなんか味にインパクトが出てくるというか、どこ食っても美味しいぞこれ。具だくさん、見た目ほどのなんかそのめっちゃ量があるっていうわけじゃない。頑張ったら食えるかなぐらい、これレベルだったら。そういえば、そこにいろんなマネージャーおるからさ、言われてんけど、どうぞ今月4月の29、30に UFES あんねんけど、あ、俺そう思ったら UFES 出るの初めてや。初 UFES や。場所が東京ガーデンシアターで、まあ、一般発売を、まあ、概要欄から受付してるみたいだから、まあ、下から飛んでください。もしよかったら UFES 見に行きたいなっていう人は。俺は音楽ステージとバラエティステージがあるみたいで、うわとんでもないな。絶対俺雰囲気に合えへんやろ。クリエイターの本気がぶつかるバラエティコーナー、チーム分けとか言って A チーム B チーム、フィッシャーズはじめ、社長の畑、オルタナ、キョンクマ、ひまひま、ナナコ、竹焼翔、マナルやって、とんでもないメンツやな。俺絶対会えへんやろ。なんで俺ここに出てんねんやろなと思いながら UFES に出ます。そんな竹焼翔見たかったらぜひ来てください。その宣伝の仕方絶対に UM のスタッフ的には違うんやろうけどな。俺はまあそう、そんなもんよ。あ、でも一つこれをみんなに見てほしいなって思うことがあるとしたら、やっぱこう音楽を頑張ってるわけやんか、結構さ。で、その知らん人にも聴いてもらうっていう意味じゃ、その UFES の結構でかい会場でオリジナルの曲歌う予定やから、それを俺のファンは楽しみにしといてほしい。やっぱこう周りいろんな人が、いろんな出演者がおる中、活躍がどうぶちかましてくれるのか。何か年齢層そんな高くないと思うよね、 UFES とかって。出てるクリエイターが多分小中学生に人気やと思うから、そこをロックでぶちかましてろうかなって思ってるから、それをちょっと楽しみにしといてほしいから、それを楽しみに見に来てほしいなっていうのがあるから、2日間あるから、ぜひ下の概要欄から申し込んでみてください。何の音？なんか聞こえる？ほら、なんか極太バイブみたいな音するけど、使ってる？石川君、ちゃんと宣伝しといたで。来ても来やんでもどっちでもええよって言っといたわ。バイブ鳴ってる。きつそうやん。めっちゃ残ってるやん。頑張れ。いや、あのね、かさが減っていくあんかけやから、最初すごいわーってあるけど、量どんぐらいあるんですか？うまいか。ちょっとシェアしても大丈夫ですか？ありがとうございます。そんなにいらないですよ。一口だけ食べます。クラゲ苦手やからちょっと食べてくれる？ポンポンってやっただけ1万もんな。これ普通に店であるんですよ。あ、量やで。売ってない売ってない。めっちゃ多いぞ量が。だからそのさっき言った UFES もそうやけどさ、普通のなんか音楽フェスとか出たいけどな。それこそロッキンとかタマソンとかさ、前も言ったけど撤回はあるから、当日でも OK らしいから、事前予約の方がいいんかな。どっちか俺もよくわかんけど、事前予約もできて当日でもまあいけるみたいだから、3日の撤回もそうから来てね。原価率どうなってんねん。絶対に赤字やろ。大丈夫か？リアルこれ2300円とかじゃない？リアルな数字言うと。全然減れへんねんけど、同じ景色ずっと。山梨の方来たんがさ、別の動画でも言ったけどさ、樹海に泊まるっていう動画撮ったよね。樹海村に泊まるっていう。でもマジで怖いんよ、樹海って。樹海村って樹海のど真ん中にあって、そこはめちゃくちゃ暖かい人たちやってんけど、一歩外出たらもうマジで本当に迷うんで気をつけてくださいねみたいなこと言われて、もう本当にわけわからんくなるんでみたいな。なんかずっと全部同じ景色に見えるから、もう本当にそれで迷うみたいな。なんて言ったらいいの、自殺スポットで本当にまあそういう風に行く人もおるけど、普通にマジで行って迷う人人もおるらしい。でそのままなくなるみたいな、樹海から来たじゃないけどほんまにその感覚よ。ずっと同じ景色みたいな、中に迷い込んだみたいな。いやでも濃かったな最近。これ人間というものはなんかな、 YouTuber というものなんかな、冬ってちょっと動きにくくない？活動的じゃなくなるというか、いや活動的にしてたつもりやけど、あったかくなりにつれてみんな気合い入れていくみたいな、ない YouTuber とか特になんかそういうのなんか最近あったかくなってきたから、ちょっとマジでほんまに気合い入れたのトラだなっていうの。寝台列車からのディズニーからの樹海、ジャンルバラバラ。お客さん全員帰った。これ過去一多いかも。これって何キロぐらいあるんですか？ふうああ。そして今回ちょっと一人で全部無理でした。別でまたマネージャーに手伝ってもらったりしたから、ちょっと全部はきつかったです。他の人今聞いたら、これに餃子頼んで他にもカツ丼頼んでって言ってたから、もう無理。なんかもう圧倒的戦力差、半間裕次郎と対峙した時みたいな感覚やね。でも味はとても美味しかったです。ごちそうさまでした。なんかもう今営業時間ギリギリで、もうお客さん全部帰ってさ、なんか小学生の時に最後の方まで食べるの遅くて、給食の時間に食いきれんくて、休み時間まで食い込んで、机を端に追いやられて食べてる子を思い出したわ、この光景で。僕たちは絶対絶命のノイローで「うちは騒がしくて何も聞き取れない」「いつも隠してる」